はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いずもでございます。それでは今回もこちらですね、留学とか5続きからやっていきましょい。そうだね、マスクの男がね、例の誰かわからないマスクの男がもう家に来てるらしいということで、ごめんなさい、サブストーリーとかを大方やっといてね、ちょっと左上のバッティングセンターのところだけ終わってないんですけど、あれ多分なんかいろいろバッティングセンターのことをあの進めないとダメっぽくて、ちょっと今回は時間が足りなかったんで見送ってますが、まあそれでね、レベルがこのまたオーブが溜まってるので、あらららら、ごめんなさい、ごめんなさい、スティックでやってると上下に入力してるつもりなのに左右に行っちゃうという、そういう現象ですね。ね、トンファーとか持ったことないけどな。投げやすくなるは、まあ純粋にあれば楽か。で、走り込んで三角スライディングでの極みだね。瀕死状態の時、少しずつヒートゲージが上がると。で、まあ、スライディングを取っとくか。全体的にね、バランス見ていきましょう、この辺は。で、壁にぶつかった時に三角。ああ、この辺はなんか、取っといて損はなさそうだよね。割と使うからね。ラッシュコンボ中に、敵を掴むことができる。あんまり使わないかもしれないな。トンファーはまあ、使わないんだけど、一応取っとこうか。トンファーだけじゃないかもしれないし。あ、これいいじゃん。棒を装備して、三角。棒状の武器で敵の体を固めて豪快に投げ、放り投げるか。あ、いいんじゃない ?OK。じゃあこんな感じで、マスクの男が待つ、我が家へと帰りましょう。まあこれで無事に報告自体はできるわけですが、果たして依頼主はこれで納得していただけるのでしょうか。真相は、まあ黒幕は突き止めたが、その先まで探れと言われる、だろうか。どうだろうかというところで。遅いぞ。ごめんごめん。時間が欲しい。報告を聞こう。分かった。どこから話せばいいかな。じゃあ、名古屋組というのは極道組織として存在していたのではなく、この土地の自警団的な組織として15年前から存在してきたということか。ああ、その名古屋組を動かしてきたのが15年前、俺と同じチーム名古屋ワイバーンズの監督をしていた藤田さんだ。15年前、この町は東西を二分して、東条会と近江連合がそれぞれ島を持っていた。それぞれの組の資金源がワイバーンズを中心とした八百長による野球賭博だったってわけだ。つまりお前の球界追放劇の真相は藤田が仕掛けた。東条会、近江連合、両組織の名古屋追放が全ての目的だったってことか。藤田さんは監督を辞任した後も徹底的に全ての真相を隠し続けた。一方で名古屋組という極道組織があるかのように装い、その名前を利用し極道者の侵入を阻み続けたんだ。まるで海外の秘密結社やマフィアのようにね。でもまあ、それも昨日で終わりだ。いくら名古屋組が組織化されてても構成員は所詮普通の人たちだ。こうして真相がバレちまえば彼らはもう何もできない。お前を襲った連中はどうなったんだ？今朝全員が出頭したよ。牛島さんとミルクちゃんという俺が一番世話になった人が全員を説得したみたいでね。彼らは彼らで15年間ずっとこうなる日が来るんじゃないかって怯えて暮らしてたのさ。辛いな、お前にとっては。まあね。でもまだ悲しんでられないよ。真相の奥に眠る本当の敵をこの目で見るまではね。どういうことだ？昨日の夜、牛島さんたちに拉致された時にはっきり分かった。彼らは決して殺しに慣れてる人間じゃない。藤田さんの指示で動いていたことは事実だが、
この数日間街で起こったような事故を演出できるようには思えないんだ。酒井という男が工事現場で事故死したあの件か。それだけじゃない。実際俺も名古屋組のことを調べ始めてすぐ危険な目にあったし、何日か前の東条会と近江連合の幹部が死んだ事故ってのも当然仕組まれた罠だったんだろう。牛島さんたちがいくら名古屋組の構成員だからといって人を殴ることすら躊躇する彼らがそんな大胆な行動ができるとは俺には思えない。絶対に本職の連中が背後にいるはずだ。謎の組織、名古屋組のさらに背後にいる極道組織があるってことか。なるほど、やはりあの男が関係しているのは間違いなさそうだな。あの男、なんだなんだ、藤田さんの背後にいる人間に心当たりでもあるのか。俺が名古屋組を追いかけていたのはその男と名古屋のつながりを明らかにするためだ。だがこれ以上のことは藤田から直接聞くしかないだろう。ご苦労だった。約束の報酬だ。え？もう仕事は終わりだ。俺は東京に戻る。お前はここに残って借金の整理と新しい職探しでもするんだな。ちょっと待ってよ。あんた藤田さんに会うつもりなのか。だったら俺も一緒に行くって。俺もあの人にはいろいろ聞かなきゃならないことがあるんだからさ。ここから先は俺の仕事だ。もう手を引くんだ、達夫。え、達夫って、あんた俺を覚えているか。え、堂島だ。お前と同じカムロ西港にいた。堂島って、え、まさかあの、あれどこだ。堂島くんといったら1組にいた学年1位の子の名前だった気がするんだけど、確かに俺は1組だったが、そのアルバムには載ってない。なんで。退学になったからな。卒業してないんだ。退学？3年の夏にちょっと揉め事を起こしてな。それで退学。結局引率になっちまった。引率って、え、少年院？神室工業の連中とやり合っちまったんだ。神室校って、や、甲子園の東東京予選の決勝で当たったあの都内一の悪高校。ちょっと待てよ。それじゃまさか夏の大会の決勝前日に神室校相手にたった一人で喧嘩したっていうのは。俺だ。覚えてるよ。あの時神室校のヤンキーたちにうちの野球部の連中が決勝戦辞退しろって脅迫されててさ。でも決勝戦の前日になって急に神室校のヤンキーたちが全員病院送りになった。おかげで俺らは決勝戦にも無事出て甲子園に行けたんだ。で結局甲子園では1回戦で沢田がいた中京学院で1対2で負けたんだよな。ヒットお前のホームランのみ。火災の待合室のテレビで観戦したよ。でもまさか君があの時俺らを救ってくれた人だったなんて。でも一体どうしてそんなこと。お前ら野球部が甲子園に出ること、それがあの頃の俺、いや、カムロ西高全員にとっての夢だったからだ。夢？ああ。夢ってのは叶える人間がいてこそ思い描ける。まさにあの頃の俺らにとって、甲子園出場ってのは夢だったんだ。それが敵対する高校の手によって壊されようとしていた。だが当時、俺にはそれを守る腕力があった。だから俺にとって、その夢を守ることは自分の夢を守ることに等しいことだったんだ。
わかる気はするけどさ、それで退学して少年院ってさ、君がそこまで犠牲になる必要はなかったんじゃないの？バカな話だと思うかもしれないが、人間ってのは勝手に他人に夢を託す。自分の叶えられなかった夢、思いを乗せその背中を見続ける。そうやって自分の叶えられなかった夢を他人の背中を借りて具現化することで、逆に自分の身の回りで起こる現実を受け入れ生きていくんだ。いつか自分もあの人のように夢を叶えられる日が来るかもしれないと思いながらな。だからなんで。当時の俺には夢がなかったからな。でも夢のなかった俺でも人の夢を応援することくらいはやってみたいと思ったんだ。俺は親の家業を継ぐことが決まっていた。俺にとっては高校を卒業することより俺らの夢を背負って甲子園を目指す奴らを応援することの方が重要だったんだ。俺はあの時甲子園でホームランを打つお前の背中を見ることができたから、今もこうして目を背けたくなるような現実に向き合って生きることができているのかもしれない。タソ、お前には勝手に感謝してるんだ。堂島君、ひょっとして今の君の仕事って。東城会六代目会長。まあ今素性を隠して行方をくらませている最中だがな。マジだから、ここから先は俺に任せてくれ。この件、仇のお前がこれ以上深入りするのは危険すぎる。もうお前は十分人に夢を与えてくれた。今度は俺がお前の失った夢を取り戻す番だ。なんだよそれ。全てに型がついたら球界に取り合ってお前の永久追放処分を取り消させる。選手としての復帰が無理ならコーチ、監督として復帰できるように掛け合うつもりだ。今はとりあえずその金を使って身の回りを整理しておけ。安心しろ、今の俺は腕力以外の力も持ってる。お前が失った15年俺が巻き戻す。東京に着いたらまた連絡する。それじゃ。結局は同じかよ。どういうつもりだ。15年前と同じだっつってんだよ。ヤクザに振り回されて夢を失って、ヤクザに助けられて夢を取り戻すだ。そんなんじゃ俺の夢は戻ってこねえよ。誰かの権力を使って球界に復帰したって意味ねえんだよ。分かってる。だが現実を見るんだ達夫。このままじゃお前は一生この町でその日暮らしをすることになる。お前は人に夢を見せる側の人間だ。どんな経緯があったにせよお前には球界に戻る資格がある。もっと現実に目を向けろ。過去にこだわってもお前の失った時間は取り戻せない。達夫。腹筋1000回、一日たりとも休んじゃいねえんだ。お前、あんたに言われなくても俺は自分の手で取り返す。失ったホームランをこの手でな。力で止めるしかないってこと。
死ぬと分かっている場所に行かせるわけにはいかない。極道としてもお前の友人としても俺がそんなにやわな男かどうか確かめてみるんだな。覚悟はいいな、達夫。やるな。どうや、これなら文句ないでしょう。ふん、ああ、俺の負けだよ。よし、それじゃ俺も一緒に東京に。もう止めはしない、好きにしろ。達夫、もう動けるな。ああ、任しといて。なら、今のうちにできる限りの準備をしておくんだ。東京で何が起きるか分からんからな。ああ、分かった。はい、ということで、まさかの、まさかの、ちょっと楽曲の関係で、戦闘シーンがほぼカットとなったわけですが、どうしようかな。いや、このままね、今言ってもよかったんだけど、今多分ね、その大事な部分をカットしてても15分以上は多分収録してると思うんですよ。ってなると、こっから、まあ、次セーブポイントとか挟めるようになるまでだいぶかかるような気がするんで、どうしようかな。ちょっと、バッティングセンター、バッティングセンターで暇つぶしてもしようかなと思うんですが、ストーリーの続きは、次パートというか、次回に回そうかなと思うんで、ここから完全に私の、ただの暇つぶしというか、時間つぶしか。うん。このパートの時間埋めになるので、まあ、ちょっと暇な人だけお付き合いいただければと思うんですけど、一応このね、バッティングセンターにもちゃんとストーリーがあって、ほら、はるかの方で言う、アイドル活動の方にもストーリーがあったみたいな。ね、メインストーリーとかあったじゃないですか。まあ、それと同じような感じで、みーちゃんとの雑談とかで、みーちゃんって覚えてます？ごめん、多分収録外で進めちゃったんだけど、動画内でも、高杉さんが、おい、みーちゃん、顎が痛え、だなんだって言ってんじゃねえよ、みたいな。言ってる時は品田に、うるさいなーっつって怒られた、あのシーンの時のみーちゃんです。あのみーちゃんです。あ、たっちゃん。いらっしゃい。よかった。来てくれて。お、なになに？もしかしてみーちゃん、俺のこと待っててくれたわけ？そういうこと。ねえ、たっちゃん。またこの間みたいに勝負しようよ。いいけど、今度は何をかけるわけ？ふふふふ。勝負に勝ったら、とってもいいものをあげるよ。その代わり勝つまで何かは教えてあげない。なるほど。それじゃあ勝つまで何度でも挑戦できるってわけか。で、今度はどんな条件で勝負するの？と。全部で5球勝負。その5球のうちに2本以上ホームランを打てれば立っちゃうの勝ち。うん。負けた場合は特にペナルティなし。うん。それじゃあいい？早速始めましょうと。このみーちゃんの、なんかチャレンジ、みーちゃんチャレンジと、それとは別になんか一応メインストーリー的な部分と、あとそのサブストーリーみたいなのが存在してて。だから、ね、意外とね、やってると奥が深そうで、まあ、いざ、
よいしょ。もうね、だからとりあえずね、そんなに難しくないんだよこの野球のゲーム。そのピンクのさ、真ん中の印がさ、なんとなくその方向に行くじゃん。でその方向のボタンの黄色いタイミングで打てばいいから、もう勝ちだよ。もう終わったよ。もうタッチャーの勝ちでってな感じでやっていくというようなのができると、別にそんなに大して難しくはないんで。うわすごいすごい、今回は厳しいかと思ったけど、もう2球連続ホームランで終わりだよ。さすが常連さん。まあこれが俺の実力ってこと。それじゃあ約束通りとってもいいものをあげなきゃね。待ってました。で、いいものって何？それはね、兄ちゃん特製の手作り弁当でした。うわ、いいものじゃん。手作りって兄ちゃん、料理できるの？何それ、私料理は得意なんだよ。そっか、なんか意外だったからさ。風俗で借金返してる子だもんな。でも案外家庭的なところもあるのか。大丈夫だって、味は保証するから。よかったらここで一口食べてみてよ。じゃあ失礼して。食べるんかい？ん？どう？たっちゃん、うまい。あれ？本当にうまいじゃん。おー、めっちゃ HP 回復した。これは驚いたな。でしょ？あーよかった。まずいなんて言われたら赤っ端だったよ。みーちゃん、この弁当俺のために作ってくれたわけ？いやだな、自分のお弁当を作るついでだって変な勘違いしちゃダメだよ。いや、自分のお弁当を作るついでってさ、もうそういうことよね。よし。ってな感じで、こういうね、こっち側のストーリーもあるので、気になる方はぜひやってみてください。まあ、そんなに時間潰れなかったけど、まあ、しかもパートとしても今回短いけど、今回はここまでにしたいと思います。今回の動画もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またねー。